タタンカケラトプス、タトンカケラトプスは、後期白亜紀マーストリヒチアン紀の現在のサウスダコタ州に生息していた、恐竜津の竜類の属の一つ。ヘルクリーク層から産出した、単一の部分頭骨から知られる。この標本 W6226 は、ブラックヒルズ地質学研究所に所蔵されている。タタンカケラトプスは、クリストファー・オットとピーター・ラーソンによって2010年に、 タトンカケラトプスサクリサノラムを模式種として記載された。タタンカケラトプスはトリケラトプス族に内包されている。2011年、ニコラス・ロングリッチはタタンカケラトプスがトリケラトプスの生態と様体の特徴を合わせ持っていると提唱した。ロングリッチはこの動物がトリケラトプスの小型種内タンに病気か障害によって十分成長しなかったトリケラトプス生態であると、 結論付けた。トーマス・ホルツを含む他の古生物学者たちは、タタンカケラトプスは、幼体のトリケラトプスに過ぎないのではないかと、強く疑っていると述べている。以下のクラドグラムは2015年のカレブ・ブラウンと、ドナルド・アンダーソンに基づく。ありがとうございます。